どうも、超大ピンチです。通常限界突破をするには、A ランクまたは S ランクしか使えませんが、B ランクで S ランクの限界突破をする方法をご存知ですか私は知りません。最後までご視聴ありがとうございました。